やいや、またちょっとバタバタする。めちゃくちゃ美味しかった。あ、ほんすか。ちょっとよろしければ、はい、ちょっと感想を聞かせていただきたいんですけど。はい、ああ、そうですね、まああの思ってた以上にだいぶ良くしていただいて、まあ、ヘタレスの金額以上のものをやっていただいたのかなって、何社かの見積もりいただいたんですけど、はい、え、倉石さんを選んだ基準とかってあります？あ、もう本当にその僕はただただ資金が足りてなくて、初めは変な話、うん、でインターネットとかバーって探してて、いろんなところに電話した時に倉石さんが、そう、まあ倉石さんに言ったんですけど、他にも当たってたんですよ、うん、で、まだ倉石さんのところ以外見積もり出てなかったんですけど、あ、もう倉石さんのところにしようと思って、ガッと。え、それの理由とかってありますか？なんか、なんていうんですかね。それはなんか熱心な感じがしたんですよね。その時。そんな気がしたんで、あ、ここは違うなみたいな、うん、なんか言葉ではこうとかじゃなくて、なんかそんな感じがした。でも同じですね、僕もそう、それはまさに感じてましたから。なんかこここうだからとかじゃなくて、あ、なんかそうしよう、なんか結構大事なことは考えないですよ、すぐすってきたら。あ、それは逆に言ったら悪いよね。それでうん、でもそれ決め手をなんかあえて言うとしたらどういうところですかね。それはクエスですね。クエスさんなんか熱心にしてくれそうな気がした。他にも何か言った人がいて、あ、どうですか、なんかお気に入りのところとかありますか。まあ、畳良かったですね。畳も、うん、俺一番好きなのは1階の壁紙とか。ああ、あれね、あとで撮りましょうね。そこも最初、ね、僕よくわかんないって言ってたんだ、うん、その壁紙ってどんな感じだ、うん、どうやって適当にこうしたらどうかって言って、クレスさんがすごい、それいいじゃん、これいいね、妹さんとか。僕あんまりイメージつかなくて、クレスさんすごい教えて、大成功ですよね。知らん顔でかい、出来上がったら終わりまいや、本当に。いや、ありがとうございます。よろしくお願いします。俺の横に座ったけど、口開けて。はい。ごゆっくり。めっちゃ長い。あ、思いますか？いやいや、もう。思いますか？出番。よかったですか？